19都道府県に出されている新型コロナウイルス緊急事態宣言について、政府は期限とする今月30日での全面解除に向け調整に入りました。兵庫県を含む19都道府県に出されている新型コロナウイルス緊急事態宣言について、政府は全国的な感染状況の改善を踏まえ、期限となる今月30日で解除する方針です。兵庫県では現在、酒類などを提供する飲食店に対しては休業を、それ以外の飲食店には午後8時までの時短営業を求めていて、今週中に対策本部会議を開き、来月1日以降の対応を決める予定です。やっぱ世間的にだいぶ緩んじゃないかなっていうのは怖いなと思いますね。感染率が落ちてるとはいえ、それがこう広がっちゃ意味ないと思うので、そのあたりをこう仕組みをちゃんと明確化して防げるようになればいいなと思いますけどね。今も逆に緊急事態宣言出てる感じしないんで、あんまり変わらないと思います。初回の緊急事態宣言よりは、家におらなあかんかっていう気持ちはなかったかなって感じです。経済を活性化するためには、第6波は来るかもしれないですけども、一旦解除するのが妥当ではないかなと思います。緊急事態宣言の解除については、菅総理大臣が今日関係閣僚会議を開いて判断し、明日正式決定する見通しです。